日本の F3 戦闘機開発2について、新しい動きがあったようですね。本部をロンドンに設立することで、3カ国間で調整を進めているということです。今回は、ロンドン本部に設立によって加速していく次期戦闘機開発について見ていきたいと思います。産油国サウジアラビアが参加を熱心にアピールしていますが、スウェーデンが参加するという情報もあるようです。2022年12月初旬、日本はイギリスとイタリアとの3カ国で次世代戦闘機の開発を進めると発表しました。以前からイギリスとイタリア、スウェーデンの3カ国でテンペスト計画という次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は日本がそちらへ参加するように促されていたこともあったようです。しかし、当時の次世代戦闘機開発の本命は従来通りアメリカと同国企業との共同開発が当然と考えられていたので、テンペスト計画へ日本が合流することはあくまでも可能性の一つという見方が大半を占めていました。実際のところ、次世代戦闘機開発は日本が主導権を発揮していくと唱えられてはいましたが、完全に国産化できない現実を考慮して、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていました。日本の次世代戦闘機は F2 戦闘機の後継機と位置づけられていましたが、この機体は空自が運用している日本とアメリカの共同開発によって生産された機体なのです。 F2 戦闘機は退役開始が2035年に予定されているので、それまでに後継機の配備が絶対的必要条件になっていました。アメリカ側は日本が希望する次世代戦闘機配備期間を考えた上で、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F3 ゴライトニング2という2機の折衷案を提示したと言われています。とはいうものの、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけなので、日本は難色を示しました。日本としては、可能なら、アメリカが開発中の第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能が欲しかったのです。コンピュータが良い例ですが、やはり、マシンは、新しいものが望ましいですよね。空自で運用中の F2 戦闘機は約90機で、代替機となる次世代戦闘機の収益目標時期は、前述の通り2035年だったのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがあったのです。アメリカの NGAD は、すでにテスト飛行は終わっていると、当時の空軍次官補がコメントしましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと見られているのです。日本の予定より5年以上も遅いですね。ですから、アメリカとしては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、90機程度の少ない生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、わざわざ NGAD を関与させてもメリットは少ないと判断したと推測されます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まると判断されるので、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているようです。要するに、この事業にはうま味が薄いと分析したということでしょう。いずれにしても、日本とアメリカの2国は、日本が求める次世代戦闘機の使用、要件、性能について、共同開発しても、互いにメリットが見出せないと明らかになったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたのでした。そして浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流です。イギリスも、空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画を立てていました。次世代戦闘機の収益時期が同じ2035年という一致が、日本とイギリスが急速に接近するポイントになったことが容易に想像できますよね。つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果というわけでしょう。また、日本とイギリスとは、立地でも共通点が少なからずあるのです。地図を見れば、
一目瞭然。両国とも、四方を海に囲まれている島国なので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点でも一致していたようです。ただし、現状の航空戦力を考えると、日本とイギリスでは、少し事情が異なります。日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度所有し、主力として運用する方向です。それに対して、イギリスは、F-35 ライトニング2の A 型は購入しないで、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンですから、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと推測されます。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体です。イギリスは160機、イタリアは96機調達していて、空軍の主力戦闘機になっているのです。ちなみに、イギリスは、F-35 ライトニング2については、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを48機調達している最中ですが、日本のように A 型は調達していません。イタリアの場合、空軍が A 型60機、B 型15機、海軍は B 型15機を調達する計画ですが、予算が許せ、バ B 型を空軍40機、海軍62機まで調達数を増やす可能性もあるようですから、もしそうなれば、日本以上の保有数になるかもしれませんね。このように見てみると、経済的規模を考えると、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。失礼ながら、無理していませんか？と質問したくなるのは筆者だけでしょうか。逆に、イギリスは F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定はありません。今後の航空戦力強化を考えると、日本とイタリアとの GCAP における有人機開発に重点を置いていることは間違いないと見られます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアにスウェーデンも参加していましたが、スウェーデンは、この計画で生産される戦闘機を購入することまでは決めておらず、開発を通して得られる技術習得が最大目標としていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月のロシアのウクライナへの侵攻の余波で、NATO への加盟を申請する状況にまで追い込まれました。トルコの反対で遅れていますが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現すると思われます。この動きと並行して、スウェーデンが正式に GCAP にも参画する可能性が示唆されているようですが、今のところ目立った動きは伝えられてはいないようです。2023年8月、新しい動きが聞こえてきました。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望しているという報道です。これには、日本が難色を示していると思われているようです。日本とは異なり、イギリスとイタリアは、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリアで GCAP の主管企業であるレオナルド社は、このような見方を否定しているそうです。というわけで、現時点での GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。オイルダラーを、バックに、巨大な資産を持つ金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいんですよね。サウジアラビアは、中東の大国で、イスラム圏にも大きい影響力を持っていますし、その主力で、兵器開発というのは、ちょっと気味が悪いと感じてしまいませんか？